いろんな腹筋あるけど下腹になかなか効かないんです。そういった方におすすめなアブシザース応用編というのを紹介していきます。アブシザースというとレッグレイズに少し似た腹筋になるんですが、これを今回下腹にしっかり効かすためにある意識をしていくことで2倍腹筋に効かすことができてきます。一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹をしっかり効かして下腹を早くへこます腹筋方法というのを紹介していきます。下腹を効かすためにはどうしても足を動かす必要があるんですが、足を動かしながら腹筋を効かすっていう風になるんですが、腹筋が弱い場合足に力が入ってしまって腹筋の負荷が逃げてしまう、お腹より先に足が疲れてしまう、そういった原因が起きてきます。そこで今回は足に力を入りにくい状態で腹筋を効かしていくので、よりお腹に早く効いて下腹を使うことによって反り腰が改善されて下腹のポッコリが解消されるという風になります。今回たったの30秒なんですけども、10秒ずつ少し種目を変えていきます。要するに3種目で30秒っていう風に行っていきます。しっかり効かしたいよーって方のためにね、一応3セットご用意しております。1セットでやめても OK、 2セットでやめても OK、 頑張る方は3つやっても OK、 お任せします。しっかりお腹が痛くなることを覚悟して最後までやっていきましょう。それでは紹介していきます。はい、今回スマートフォンを持ったまま行います。まず1種目目はですね、座った状態からゆっくり倒れて腰をつきます。背中があんまりつかないように腰だけつけるイメージです。こっから足少し浮かせて、ポイントはつま先を開いてください。つま先を開いてパンパンっていう風に足を動かしてください。つま先外に向けることで大腿直筋に力が入りにくくなって内転筋に効かすことができますので、内転筋の方が足の力って大体弱いですよね。なので足に力が入りにくいってことはその分お腹に力がいくってことになります。これがまず1種目目です。10秒こういう風に行います。で、次はちょっと膝曲げてカエル足にして内もも上向けて10秒間足を動かします。で、最後は足を伸ばして歩く感じでつま先開いて10秒間動かします。合わせて30秒、掛け声に合わせてやっていってください。足を動かすペースはスマホ見ながら一緒にやってください。息はできるだけ1種目目10秒吐く、すぐ吸って2種目目10秒吐くっていう感じで3呼吸でできれば行ってください。息止めない方が腹横筋効くので、お腹へこませたい人は息止めないようにやってください。腹筋効かせたい方はね、息止めても OK、 お任せします。それではまずね、ゆっくり体を起こしていきましょう。スタート。1、2、つま先開いて3、4、5、6、皆さんは息しっかり吐きながら8、9、10、はい、2種目目1、2、ゆっくり動かして3、上体しっかり起こして5、6、7、8、9、10、最後上下1、2、3、つま先開いて5、6、7、息しっかり吐いて8、9、10、ダーン。いやー、1セット目なかなか効いたと思います。1セット目でやめても OK、 ただ2セット目3セット目の方がお腹がだんだん疲れてきますから、よく効いてくると思います。2セット目いきましょう。上体しっかり起こして、それではいきます。つま先開いてスタート。1、2、3、4、5、6、使い方はスマホ置いても OK、 掛け声だけでも OK、 9、ガーッ、10、はい、上1、帰らし
3、4、5、6。最後1、2、3、4、5、6。さあ、2セット目で疲れた人は3セット目見るだけでもいいです。頑張れる人は行きましょう。行きます。さあ行きましょう。スタートラスト1、2、3、4、5、6。うおー、もうきつい。はい、条件1、2、3、4、5、6、7、8、頑張って。ラスト上限1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。お疲れ様でした。いや、3セット頑張ってもね、たった1分半でね、ちゃんとやればこんなにきついのかって思いますよね。いや、正直これね、つま先まっすぐ上向けてたら足に力が入りやすいから、あんまり腹筋効かないんですね。つま先外向けるので足の力が入りにくく、お腹にしっかり効かすことができますんで、ちょっとした意識でですね、使いたい部分って簡単に効きやすくなるんで、まあただね、動画を見ながらやるとか、あんまり解説せずにね、運動を始めちゃうやつとか、意外ともったいなかったりするんですよね。ほんと少しの意識で、少なく、回数も少なく、秒数も少なく、お腹に効かすことができたりするんで、まあもちろんスクワットとかも一緒なんですけども、ちゃんとしたね、より効かせやすい方法というので見つけてもらって、行うってことがすごく効率がね、上がります。で、これから先もですね、できるだけ皆さんに、早く的確に筋肉に効かす方法というのを紹介していきますんで、まあ、今後もね、よろしくお願いいたします。頑張ってね、すごく勉強になったよって方とかね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。そして各種 SNS もやってますんで、説明欄にリンク貼ってます。よかったらリンクフォローしてもらって、そっちでもね、違う形で配信してます。もちろんインスタとか TikTok とか見る方おると思うんで、そっちの方もね、見てもらって、コメントやハートとか、よかったらアクションください。今回は、アブチザース応用編でした。今回もご視聴ありがとうございました。